おはようございます。利休です。はい。ウェルエイジングアワー朝のウォーキングラジオをスタートしてまいります。東京を流れる隅田川のほとりを歩きながら、エイジング、年を重ねる、その先にある介護情報をお伝えしております。今日の隅田川、東京の上空は完全な青空ですね。今見る限り雲もない、風波度も1くらいで気持ちよく木立の葉っぱが揺れている、あ、そんな隅田川のほとりです。皆さんの住む地域はいかがでしょうか。おかわりございませんか。毎日同じところを歩いていてもやっぱ感じること、あるいは風景が違って見えるわけですね。これは毎日歩いてるからこそわかる小さな変化、まあ、それも楽しみながら小さな発見をしていこうかなというふうに思います。昨日も少し雨が降りました。一時的に強い雨だったと思うんですけど、そうすると必ず翌日の今日ですね、昨日雨が降ったので隅田川にかなり上流からいろんなものが流れてくるわけですね。草木だったり、やっぱり一番気になるのはゴミが流れてきて、なんか最近隅田川の水が淀んでるように見えるですね。ちょっとそこが気になるところですけど、まあ巡る季節、巡る川、自然という感じになります。まあそんなことを思いながら今日の朝のウォーキングラジオのテーマは老いと病気っていうことですね。老いること、エイジングという表現をしています。それと病気ということですね。で、なぜこんなことをお話しするかっていうと、最近海外の方々、中国とかタイの方々と話をすることが増えました。あとハワイですかね。そうすると、まあ私とお話をするときに介護がベースになったところから広がっていくわけなので、どうしてもこういう話につながっていくんですけど、やはりどこの国も、日本もそうであったように、このエイジング、加齢、年を重ねることと病気になる、そして病気になった時に医療というサービスと常に老いは連動して動いているということを強く感じるわけですよね。まあそういう中で日本も介護保険の一つのテーマであったキュアからケアへ、治療から介護へというスローガンのもとに、医療から介護へという道をたどってきたわけですね。で、これ東南アジアの方々はまだ高齢化率が日本の20年あるいは25年くらい前を推移していて、もう介護という実態はあるけどまだ少ない。なぜならば高齢者の数も少ない。でも高齢者はもちろんいらっしゃるわけですよね。高齢化率が日本ほど高くない若い国であるということですね。ただ未来を見て高齢者が増える社会ということはもう分かっていて、そろそろ何かを始めなければない、自分のこと、あるいはビジネスのこと、あるいは地域のこと、まあそんなことを考え始めたときに、この出てくるのはやっぱり医療なんですね。この病院の中で、医療の中で、この介護というものを組み立てようとしています。というふうに始まるわけですね。これはあながち間違いではありませんけど、医療だけではカバーができない時期が来るということですね。この老いることは病気ではないということですね。で、病気という話になってくると、やっぱり治すということになるわけですね。治療する。ということになる、あるいは回復を目指すという言い方が出てくる。病気ってそうですよね。ただ老いることは病気ではありません。ただ老いることによって、年を重ねたことによって病気になりがちになるということは事実ですよね。その人その人が持っている遺伝子というものがあろうと思います。それが積み重ねてきた生活、生活習慣病というような言い方もありますよね。積み重ねてきた生活によって食べてきたもの、あるいは運動だとかストレスだとか、そういったことが蓄積されて細胞が変わって病気になる
あるいは骨が脆くなってちょっとしたことで骨折をする、まあ骨折は病気というよりも怪我の領域かもしれませんが、骨が脆くなってしまうという体の変化、あるいは細胞の変化の中で病気になる、あるいは骨折をして医療に行って治療を受けて回復を目指すという流れができているわけですよね。ですから老いることによって病気になりがちになる、老いイコール病気ではなくて、病気の原因となっていることが老いるということの蓄積だということですね。そういう意味では非常に密接な関係にあって我々は連携をしているということですよね。老人ホームの方々もやっぱ薬を飲んだり、あれ定期的に病院に通って治療を受けたり定期検査をしたりという形です。ただ積極的に治療に向かうものと、やっぱり病気を抱えながら上手に生きていくということが起きるわけですね。ですから生活習慣、病気を抱えながら例えば歩くことが難しくなる、目が見えにくくなる、耳が聞こえなくなる、あるいは肌が弱くなる、そういった状態を抱えながら生きていくために医療的なアドバイスというものは必要ですよね。で、その変化あるいはそこによって起きる痛みだとか不都合を取り除くものができれば取り除いていこう、その病気あるいはその状態自体を完全に治療するとか回復させることじゃなくて、それを上手に抱えながら生きていくというのが総合的に見ると介護というふうに私は思うんですね。ただやはりこのサービスって話になると医療から来る、もっと分かりやすい言い方をすると病院の中で高齢者が生活をしているというようなステージを経て、そこから区分されて医療と介護、病院と介護で、そこに訪問介護とか訪問看護、そして訪問介護というものが出てきて、在宅ケアと施設ケアというふうに分かれてくるというような歴史があるわけですよね。それを総合的に見るとエイジング、あるいは介護というものを、変化する介護というものを一つのサービスだけで完結することが難しいので、ケアマネジメントという概念の中でこういう状態だったらこう、こういう状態だったらこうというような形で全体的なマネジメントを、状態を見ながらしていくということですよね。できるだけ環境の変化が起きないように、その人の状況を多くの人が理解できるような状態でその方の生活を、まあ、守っていく、継続していくというようなことになってくると、医療と介護は連携しながら一介護サービスだけではなくて、その人が住んでいる町の単位で行われていくということが介護の社会化、そこに医療との連携というものが出てくるということですね。治す医療から生活を支える医療へ、で、生活を支える医療は生活を支える介護と連動している、そして人生を終える、あるいは認証という状態を抱えていくということも、認証という問題を病院の中で治そうとするとなかなか不適切になっていますか、辛いことが起きるということも我々は経験してきたということですね。で、なぜ今更日本の方々の多くが理解している話ですけども、なぜこういうことを今日のテーマに取り上げるかというとですね、やっぱ海外の人、特に東南アジア、中国の方と話しているとまだそこは知識として理解しているけど、社会にそういうシステムが実装されていないっていう事実があるわけですね。日本はといってももうたくさんの施設があって、そういう議論はたくさんしてきた、ただ自分ごとになると判断が難しいっていう状況は残しつつも、もうたくさんの経験とそれからサービスというものができてきたということです。ただこれからそれを考えていかなくちゃいけない国があるということも事実ですね。でもすでに一部もちろん始まっていますが、まだまだ点なんですね。医療の中だけでやっているとかですね、
自宅だけで家族の負担でやっているということになるわけですね。自宅か施設かで、その施設の多くは医療系病院の中で行われているということで、そこまでたどり着くまでに家族の負担が増えるという精神があるということですね。そしてそれが町づくりに変わっていくということですね。で、実際これは医療の中で働いている人からするともう分かりかけてきてるんですね。分かってる。ただそれを変えていく辛さっていうのはあると思うんですね。昨日もこんな話がありましたね。これは中国の方の話ですけど、日本はこの医療、要は病院から訪問診療、在宅医療へ変わってきましたって話をしました。で、そこに訪問看護が連動して動いてるんですよ、という話をしたときに、この少ないドクターがですね、自宅に一軒一軒回るというような社会構造とか社会の価値観になっていないんです、という、そういうお話がありました。なるほどなと思うわけですね。医者が一人一人の自宅に回る。それは数の問題もありますけど、そのお医者さんという立ち位置もあるわけですね。医者はここにいるから、必要だったら皆さんが来てくれれば見てあげる、というようなことをおっしゃってましたね。そこが、その意識って非常に重要で、それを変えるということが、やっぱり非常に時間がかかったわけですよね。日本もそういう価値観ってあると思うんですね。でもそれに疑問を感じた人たちが、疑問に感じたドクターたちが、あるいは看護師たちが、介護に自分たちが病院で見てきた、まあ彼らから言うと最初は患者さんですよね。患者さんが治療が難しいということが分かってくると、やっぱり在宅に戻す、あるいは介護施設に戻して、そしてその中で必要な医療とは何かっていう考えたときに、在宅医療というようなものにたどり着いて、それを実践している医療の関係者も増えてきて、それに連動するように看護師、あるいは介護が育ってきた。それがシステムになってきたっていうのが日本ですよね。ですから、老いることによって病気になりがちになる。最初は病院に行く。でも老いは病気ではない。その結果病気を抱えたり怪我をする。でもそれは治す、回復をすることだけが目的じゃなくて、それを上手に抱えながら生きていくための医療は永遠と存在するということです。ですから、そうであればここに病院がある、ここにクリニックがある、ここに医者がいる、だから来てくれれば見てあげるというよりも、我々の方が動くぞというような、そういう訪問診療、訪問看護があるということですね。それは介護もそうですよね。施設に来てくれれば入居ができる、デイサービスに来てくれればサービスが受けられる。でもそれをつないでいるのは訪問というサービスなわけですね。それを包括的に見ていくのが小規模多機能という仕組み、泊まりと通いと訪問がセットになって、地域密着型なので、やはり動くということがあるので、やっぱりその地域に限定したサービスとして小規模多機能型居宅が生まれて、地域ごとにそれがサービスとして動き出したことによって、介護の考え方だとか捉え方が私はね、随分変わったんじゃないかなというふうに思います。事実、小規模多機能型居宅だとか、あるいはサービス付き高齢者向け住宅ができてきた時にですね、私がずっと関わってきた特別養護老人ホーム不要論という話が出たんですね。で、確かに一番最初の地域包括支援センターの図の中には、一時的に特養が消えたんです。で、特養が消えたっていう話で少し話題になった時に、記載漏れですというふうな説明を行政の人がしたんですが、そういうことは多分ね、起きないと思うんですね。実際真面目に考えたと思うんですね。このケアマネジメントの仕組み、
小規模多機能型居宅、あるいは地域、そして、訪問介護、訪問医療などが整っていけば、で地域密着サービスが充実すれば、こう重装備でたくさんのお金と大きな土地が必要な特別養護老人ホームは理論的にはいらない。地域包括支援センターというよりも地域包括ケアシステムの中で今まで必要だった特養はいらなくなるんじゃないかということを真剣に考えたと思うんですね。私もそう思うんです、実言うと。特別養護老人ホームは地域密着型が成立するといらない。で、地域密着型は地域を特養のような町にしようということになるわけですよね。ただし、実はですね、私はいらないと思ってないんですけど、理論的にはいらない図が書けたけどもですね、それを誰がつなげていくかということと、地域には拠点が必要になるわけですね。医療も必要、訪問も必要、看護師も医者も、それとヘルパーも、管理栄養士も、あるいは事務員も、あるいはソーシャルワーカーである生活相談員も全部必要です。で、あなたはこの段階では訪問介護、そして訪問看護を受けて定期的にドクターが来る、訪問診療も受けてください。でもそれが叶わなくなったら、こういうサービスがあるっていう時に、やっぱりね、地域には拠点が必要なんですね。センターが必要なんです。ですからそのセンターに託すのはやっぱり重度の方、在宅ケアサービスが難しい。でも特別養護老人ホームは医療じゃないので、治療する場ではなくて、病気を抱えながら人生終末期を生き切る人のための、重装備で地域の拠点になる。どういう拠点か、心の拠り所、あるいは介護の技術をそこから発信する、困りごとは全てここで受けるぞという仕組みと心構え、それが拠点となっている特別養護老人ホームの中でしっかり地域を支える拠点になることができれば、その地域密着型地域包括ケアシステムは完成に近づくんじゃないかなというふうに思うんですね。そしてそこと介護と医療が連携するということの完成も出てくる。キュアからケアということですけど、キュアとケアが連動するっていうステージになると思うんですね。ですから今医療の中で語り始められているっていうのはスタートでも、その先にこういう社会、こういう設計があるということをしっかり伝えることができれば、日本が20数年かけてたどり続いた現状、あるいはこれから先に描いている未来に対して、最初からそういう絵を描くことができれば、しっかりとした高齢社会を築く仕組みができるんじゃないかなというふうに私は思ってるんですね。それを今海外の人と話しながらもう一度気がつき始めたっていうか、介護保険の時に考えてたことをもう一度整理をして、新しく得た知見と経験をそこに載せると、今申し上げたような考え方になっている。介護は社会へ、社会的介護、それは人間らしいということ、そして地域でしっかり支えていく仕組みを作るということ、それは医療じゃないよね、じゃなくて、医療をと連携する、それも治す医療から生活を支える医療の皆さんと連携する領域が非常に深い。一言で言うと、生活と地域、これがキーワード。そこにはやっぱり拠点が必要で、やっぱりね、旗振り役が必要なわけですね。旗振り役はやっぱり組長である市長、保健所の市長ということですけど、そこはそこよりもですね、誰でもいいと思うんですね。こういう社会を作っていこうというふうに、やっぱ旗を振っていく人、情報を発信する人という人がまずいて、そこに人が集まって共感した人たちとチームを編成して、コミュニティを形成して、そこから発信を続けていく、あるいは広げていく活動、
これがどちらかというと、地域モデルを作りましょうというふうに言ってることですね。どこからでもいい。日本全体を変えようと思うと大変です。私の話に共感してくれた人、このポッドキャストを聞いてそうだねって言ってくれる人、その人が住む町で一つ一つディスカッションしてモデル作りませんかっていう提案ですね。それは昨日中国の方にも話しました。中国を一つとして見ることはできないとおっしゃるんであれば、あなたの住む町でモデル作りませんか。そのモデル作りに日本で経験してきたこと、日本が課題として解決してきたこと、これから向かおうとしているところを共有することによってモデルというものができると思いますよ、というようなところが昨日の締めでした。さあ、これからどういうふうに変わっていくか楽しみですね。はい、まずは情報発信から、そのために言葉を作らなくちゃいけない、言葉を整理しなくちゃいけないというところを今やっています。また皆さんとディスカッションしたいと思います。おうちで支部の田村さん、いつもありがとうございます。